横からジェットみたいの出てるってこと？ちょっと待った。止まって。うん。どこ行く？いいか、A からで。ハッチ A。ハッチ A ね。あ、ちょっと待って、止まって。うん。なんか喋れるかな。わ、いっぱいある。でもセーブしたいね。あ、じゃあでも今喋っちゃうか。あ、ちょっと一回録画、あ、でもセーブしてからがいい。でもセーブがどこにあるかわかんない。喋ろ、なくなっちゃうかもしれないからね。相談。うん、相談ね。じゃあ元気ない、何を相談しようか。やっぱ元気ないね今。パラケルススの末裔？パラケルススの本名はテオフラスタス・ホーエンハイム。あ、ホーエンハイム。私はリオ・ホーエンハイム。うんうん。ホーエンハイム家の唯一の生き残り。もう一番最後の一人なんだね。もう近くまで来てる？うん、すぐ近くよ。実験棟に入ったからね。もうすぐ会えるわ。言葉の力って？言霊って言ってね、もともと人の言葉には力があるのよ。うんうん。悪口や汚い言葉を使えば使うほど世界は腐っていくの。ほほ。私はそれを防ぎたくてね。うんうん。なんかちょっと風刺的な要素だね、社会風刺みたいな。まあ、それ汚い言葉使うんじゃないよっていう、良くないことを引き寄せるというお話かな。高場もちょっと心を引き締めて、汚い言葉は使わないようにしようね。リオ、愛の言葉はいいよね。愛の言葉はいい言葉でしょ。無重力なの？ステーションは遠心力を利用して人工的に重力を作り出してるの。ふんふん。ここは軸の部分だから重力がないのよ。ほほ。賢者の石って？一言で言うと人の言葉の力を増幅するものね。ふんふん。多分大昔から存在して、祈祷師や魔女の水晶とかの伝説の元になったんだと思う。ほほう。総理夫人がエイリアンに。優しい人だったの。ふんふん。人を憎む気持ちと呪いの言葉は人間を化け物にしてしまうのよ。ほほう。ひょっとしたら石がなくてもね。まあある意味そうだね。心を侵食されてしまうということかな。サギタニシハイニーはしょっちゅう汚い言葉吐いてたからなっちゃったのかね。呪ったわけでもなく、この積み重ねで汚い言葉ので、あの化け物になっちゃったのかな。アレンのやつ。アレンは皆殺しの話を聞いてなかったみたいね。うんうん。そんなに悪人には見えなかったけど、ヨセフの一味だったことは間違いないわ。そうだね。まあ、根っからの本当の極悪人ってわけではなかったってことかな。ノートパソコン守ってたしね。あそこは可愛かったけれど、じゃあ壊すのは諦めよう。武藤はどうなった？逃げてって言ったのに、人の言うこと聞かないから。もう多分やられちゃったかな。死ぬシーンはなかったけどね、多分逃げられないもんね、あのままじゃ。結局あの部隊は何？日本の救援部隊を装ったテロ国家の特殊部隊みたいね。ふんふん。世界革命を目指しているとか言ってたけど。なんだと？石を使って世界を混乱させようと考えたんだわ。ほほう。どうしようか。さあ、さやかさんを探し出して3人で脱出よ。そうだね。じゃあハッチ A。 相談終了ね。そうだね。元気ないね、やっぱ。かわいそうに。ハッチ A。ハッチ A ね。急いで。早くね。そうそう。なんかリオが元気ないとこっちも元気なくなっちゃうね。かわいそうで。ふう。ハッチが閉まってるわ。あなたの解析で開けて。はいよ。わあ、そこ行くの？私あんまり狭いとこ得意じゃないから。ここ通るのとかちょっと心拍数上がるな。密閉感あるもんね。ここは広くていいけど。
ハッチが2つあるわ。まっすぐ進むとハッチ B、 下に続いているのはハッチ E ね。どっちに行けばいい？どっちがルート？ハッチ B は先に進んで C から出て D、F っていくのかな。ハッチ E、 ハッチ D ね。あ、違う、ハッチ E、 ハッチ D ね。ハッチ D よ。難しいな。 A、B、C、D、E は難しくない？ハッチ E、 あー、これ B って聞こえるな、多分。ちょっと待って、難しい。ハッチ E、 ハッチ E ね。あ、聞いてくれた。急いで、早くね。取れる？あ、開きっぱなし。すごい静かなんだけど。でも上手に動くじゃん。ここ来る人ってみんな練習してくるのかな。宇宙空間の移動方法とかね。地球から来るとき1回は無重力経験するのかな。結構乗り物酔いとかする。ここから先は行けないよね。カプセル戻るわ。いただき、ヒールカプセルね。9個か。いけるかな、これくらいだったら。あ、でもラスボスみたいなやつがいたらね、どれぐらい強いか。どこに行けばいい？ハッチ B、 ハッチ B ね。ケフ、やっぱ胃がぐるんぐるんするぜ。リオ、胃もたれがするよ、最終回なのに。ハッチが閉まってるわ。ごめんね。あなたの解析で開けて。はいよ。ちょっと牛乳とか飲もうかな。あ、でもまたもたれちゃうかな。どっちがいいんだろうね。なんか胃酸過多なのか消化不良なのかちょっと分かんなくて。ふう、ケフが出そう。ケフってなりそう。ダメ、元気出して。ここが研究室。ここで賢者の石を作り出す研究をしていたのかしら。あ、なんだとはなんだ、やろう。あ、セーブポイント。セーブポイントね。やった。やっとセーブができるぞ。どうしようかな。上書きしちゃっていいかな。特に変わるとこなかったもんね。よし、じゃあこのまま最後まで行こう。オッケー。あ、じゃあちょっと一回ここで録画切ってお手洗い行ってきます。よし、戻ってきたぜ。どうしようか。会話はさっきしたもんね。オッケー。じゃあ実験ラック1。実験ラック1ね。何の実験？実験設備みたいね。この円柱の周りはみんなそうみたい。おお。3箇所。あ、なんだとはなんだ、忘れた。敵出るかな、この宇宙空間で。どうやって戦うんだろう。なんだ、機械。それのことを言ってるのかな。マニピュレーター。これで生物実験とかしていたのかしら。あれかな、あの細かく動かせるやつ。なんか手術とかに使うやつ。なんか1ミリよりもなんか狭い単位で動かせるみたいな。マニピュレーター使って。そんなこと言われても使いようがないわ。あ、そっか。パネル？これのことを言ってるのかな。操作パネル。このマニピュレーターを操作するパネルだと思うんだけど、よくわかんない。じゃあ、いっか。実験ラック2。実験ラック2ね。あ、そっちから行く？リオ、どうした？あ、なんだとはなんだやる。あ、じゃあ実験ラック3まで調べたらなんだとはなんだやろう。あ、一緒かな。操作パネル。実験ラックを操作するパネルね、多分一緒かな。あ、なんかある、上に。ちょっと待って、マニピュレーター。実験器具じゃないかしら。よくわかんないわ。なんだろう、あれ。紫の。え、
何の話それ。そんなものここにはないわ。上見て。上？うん？あれは？それ何？あ、靴？この靴は？わ、あれ？さやかの？ねえ、これ解析してみて。え、できんの？あ、やっぱり持ち込み品、さやか。この近くにさやかさんか。あのパーティーの時着てたやつかな。靴脱いでるってことだもんね。ん？うん？奥に通路みたいなものがあるわ。ほほう。もしかしてあの先に入れる？この隙間がもっと広がらないとあそこには入れないわ。ふんふん。どうやって広げる？それでいける？リオ大丈夫？頭打っちゃうよ。準緊急モードで直接操作はできなくなってるわ。ふんふん。なんとか別の方法でこの装置を下げる手段を探しましょう。はいよ。ちょっと待ってね。まだ調べるところが。実験ラック3。実験ラック3ね。ふんふん。操作パネル。ダメだわ。緊急時だから使用不可能になってる。ダメ。マニピュレーター。実験器具じゃないかしら。よくわかんないわ。ふんふん。じゃあないか。戻って。わかったわ。ちょっと、なんだとはなんだやるね。なんだとはなんだ。いつまでも遊んでる場合じゃないわ。なんだって。なんだとはなんだをやらせない。え、もうできないの？なんだとはなんだ。リオ、でも遊んでる気持ちじゃないって。じゃあ回復しとくか。回復。はい。この先はこれで行かなきゃダメなのかな。ふう。なんだとはなんだ、卒業です。さようなら。なんだとはなんだ、お世話になりました。サンプルケース。サンプルケースね。もうできないのかな、多分ミニゲーム。あー、なんて言ってやり？ガラスケース。あれのことを言ってるのかな。ふんふん。下のガラスケース。これ、あの化け物だわ。やっぱりいる。これが実験の証拠ね。ここで育ってるんだね。左のケース。どのケースか言ってくれなきゃわからないわ。左のケース。何を調べるの？なんて言ったらいい？左のサンプルケース。どのケースか言ってくれなきゃわからないわ。上のサンプルケース。ここにもいるわ。あ、死んでる？死んでるみたい。ここなんて言ったらいい？正面のサンプルケース。さっき調べたわ。本当？もう見たくない。上下でしょ？ここ正面、前のサンプルケース。さっき調べたわ。あ、そう？もう見たくない。じゃあもういいかな。あとなんだ。ハッチ C。 あ、保管ブースがあるかな。ちょっと待って。これは緊急用みたいね。あ、自動制御みたい。開けられないわ。ほほう。他を調べましょう。じゃあ保管ブース。保管ブースね。急いで。早くね。どう？なんだろう。一番左のブース？重たい機械でもこういうものに入れとかないと浮いて漂っちゃうもんね。ふんふん。左から二番目のラック。この中は空っぽだわ。右から2番目のラック。中には機械がしまってあるだけだわ。ふんふん。一番右のラック。この中は、うん、何も入ってないわね。入ってない。一番右のラック開けて。この保管ラックを？無理よ、手で開けられるものじゃないわ。あ、開かないか。
それなんだ、レバー。大きなレバーね。何に使うかはさっぱりだけど。ロックレバーか。ロックレバー避けて。何でもむやみに動かすのはやめた方がいいな。危ないって。研究室なんてどんな装置があるのかわからないんだもん。確かに。危険よ。爆発するかもしれないからね。よくあるから。一番右の機械。機械。これのことを言ってるのかな。制御装置。実験ラック排出システム。ほほ。そうだ。これであの実験ラックを排出しちゃえば、あの通路に入れるようになるわ。ほほ。うん、大丈夫。緊急時でもこのシステムは作動するみたい。ねえ、早速やってみましょう。装置を作動させて。どうやって？動かすだけ？あ、メッセージパネル。解除コード番号を順に表示します。コード番号はオペレーターに口頭で連絡してください。実験ラックを宇宙空間に破棄します。廃棄します。オペレーターは解除コード番号を一定時間内に正しく入力してください。嫌な予感。Low level emergency mode. はよ。ラックの移動はできませんが、宇宙空間に廃棄することができます。メッセージパネルに現れる解除コードをオペレーターに口頭で連絡し、入力を依頼してください。解除コードの表示が消える前に入力がされない場合、初めからやり直しになります。嫌な予感。なるほど。私が読み上げる番号をあなたが入力すればいいのね。はいよ。簡単じゃない。本当に簡単かな。パパッと片付けるわよ。本当に簡単かな。ちょっと待った、速さが必要。95の1以上95の1。あ、3桁ならまだ。何個あるの？27の8のアスタの9。アスタ？アスタの9。アスタってこっちだっけ？あれ？あっちなんて言うんだっけ？イゲタアスタの、イゲタアスタ、5のアスタの9。5のアスタの9。おい、イゲタね。ちょっと長くなってきたんですけど、まだ？まだなの？7、5、3のアスタ8、イゲタの42。長い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 。もういいでしょ。まだあんの？100の1、イゲタアスタの22。合ってる。もう終わりでしょ？まだあんの？25アスタの45アスタの61。よし。うまくいったみたい。アスタとイゲタがぐちゃぐちゃになる。あー、今一気に脳の糖分持ってかれた。下ろせる？結構パワーが必要そう。はいよ。あ、こうやって出てくる。あ、それで通れるってこと。やったわ。もしかしてあそこにさやかさんがいるかも。そうだね。ねえ、あ、ちょっと待って。セーブ。ほんといいコンビになってきたわよね、私たち。そうだね、リオとはベストコンビだね。あ、リオに会える。ちょっと待って、リオセーブしたかったんだけど。わ、なんかある。なんだあれ、オレンジ色。感じる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 。誰だそこにいるのは。アレンか。あ、それともジョーか。喋って。あ、生きているんだ。脳みそ。キーボードで会話ができるんだ。あ、耳は聞く。もういいだろう。この装置を止めて楽にしてくれるか。お、君は研究員じゃないな。頼む。私は何年も間苦
狂った研究員によってあの石の実験台にされてきた。何度も何度もその結果こんな姿になってしまった。装置を止めてくれ、頼む。かわいそうなんだけど。え、お父さんじゃないの？君は一体誰なんだね。レオのパパなんじゃないの？心配はいらないわ。私はただのウェイトレス。いや、悲しいんだけど。JSL の方でしたか。さっきからこのホテルで何か異変が起きたことは感じていた。あなたはこのステージの石について知っているか。はい。そうか、私は愚かだった。あの石が私たち家族と同じようにみんなに幸せをもたらすと考えるなんて。世界には邪悪な言葉が渦巻いている。テレビから街頭から、我々は呪いの言葉の力で地球を腐らせてきたのだ。そこにあの石を増産しようだなんて。頼む、この装置を止めてくれ。分かったわ。ありがとう。もう一つ頼みを聞いてくれないかね。日本にリオ・ホーエンハイムという娘がいる。その娘を探して伝えてほしい。ママはまだ生きていると。ママを探せと。スイスワールドバンクに彼女名義の預金が作ってある。それで費用は十分賄えるはず。やってくれるかね。どうした、頼みは聞いてもらえないのかね。必ず。ありがとう。君はいい子のようだ。さよなら。お願い、彼を楽にしてあげて。私がですか？悲しくなってきた。ちょっと涙で見えないです。文字が生体維持装置の制御を行う。この装置のパワーを切ることをいかなる時も禁止する。アレンオザは切ってあげよう。かわいそう。ごめんねパパ。調整中。ママ生きてるって言ってたよね。ママ探しに行こう。やっぱ角度ちょっと当ステーションは32分後に35。あれ、これ日本じゃない？東京？大変だ。誰かが進路を変えた。ちょっと東京に生き残りがいたのよ。東京に落とされる。やめて、今悲しんでるところだから。爆発どころの話じゃなかった。東京に落ちる。やめて、うちの実家が、うちのママがやられちゃう。テーションが地上に落ちる。どうしよう。さて、ハッチが開いてる。リオ大丈夫？とにかくあなたを助けに行くわ。手分けして一刻も早くさやかさんを見つけ出さなきゃ。リオは強いね。ちゃんともう切り替えていける。あー、パパかわいそう。でもまああれで楽になれたかな、やっと。うわっ、やっぱ、あなたはやっぱさやかだ。大丈夫？あ
あ、やばい、リオが大丈夫って言ってるね。あ、話して。悲しいんだけど。人のままで。